絶対にたどり着けない家。小学5年から同じクラスになった S ってのがいた。そいつ、うちに3回遊びに来ようとしたんだが、いずれもうちに入ることができなかった。一度目、夏休みにうちに来ると言ったので玄関脇の居間で待っていたんだが、来ず。夜に電話してみると、行って何度もベル鳴らして叫んだけど出てこなかった。と。まあ、めんどくさくなって来なかったんだろう。とうちの親は言っていた。ちなみに、もちろんベルは故障してないし、今には家族もいた。二度目、S 以外に男女5名でうちに来ることになっていた。ベルが鳴ったので玄関に出ると、S 以外だけが来ていた。聞いたら、ある女子が、さっき、どっかのおじさんが私に話しかけてきて、S のお母さんが事故だから教えてあげてって言われたの。と。それを女子から聞いた S は急いで自宅に帰っていった。だが結局、何もなし。5名のうち、後ろを歩いていた女子2人がそのおじさんを確かに見たというが、S に告げた時にはもういなくなっていたとのこと。3度目。俺が風邪で熱出して2日3日休んでいた時、S ともう1人が来たのだが、うちのすぐ目の前で S だけ事故に遭遇。ひどいぶつかりようだったのですぐ救急車が来て運ばれたが、不思議と怪我はなかった。そんなこんなで結局、S が俺をなんとなく遠ざけるようになり、疎遠に。学校でもあまり話さなくなり、そのままとなった。それから15年くらい後、たまたま分かったことですが、うちは地元では結構有名な武士の家系なんだけど、大昔、うちと仲がよろしくなく、150年ほど前に反旗を翻してちょっとした抗争を起こした家ってのがありまして、それが S の先祖だった。判明して S のことを思い出してびっくりした。何かの戦。これは今現在、俺も信じきれていないので、他人は誰も信用しないと思う。親父の大ボラかもしれないし、幻覚、幻聴の類かもしれない。しかし、目の前で様子を見ているので、まるで嘘とも思えない。なんとも言えない妙な感じがしているので、出勤前に書き込んでみる。親父はキノコ取りが趣味なんだ。毎年8月のお盆過ぎ頃から11月に入るくらいまで、天気がいいと早朝山に入る。スーパーのレジ袋をぶら下げて、時期ごとに一定のコースを回る。8月22日の日曜日も朝から山に入り、8時くらいに帰宅した。俺はちょうど起きたばかりで、親父が山に持って行ったビニール袋から、チキタケ、タマゴタケ、トンビマイタケなんかを出しているところだった。あまり取れてねえなと思いながら、洗面所で顔を洗っていると。なあ、カンナメの祭りって何のことで、何日か知ってるか?と聞かれた。知らん、と答えると。ちょっと調べてくれねえかな。と言うんで、ググってみた。カンナメ祭は、宮中祭祀の一つ。五穀豊穣の感謝祭にあたるもので、宮中及び神宮、伊勢神宮で儀式が執り行われる。宮中祭祀の大祭で、その年の初法アマテラス大御神に奉納する儀式が執り行われる。かつては旧暦9月11日に勅使にお酒と神仙を授け、旧暦9月17日に奉納していた。明治5年、1872年の太陽暦改暦以降は、新暦9月17日に実施するようになったが、これでは稲穂の生育が不十分な時期になってしまうため、明治12年、1879年以降は月遅れで、新暦10月17日に行われるようになった。で、多分これだろと、上記の域の内容を印刷してやった。何かブツブツ言ってるんで、何か用事でもあんのか?と聞くと、妙な話を始めた。今朝も5時頃に出かけていくつかキノコを取り、山頂付近で一休みした。山頂付近に大きな岩があり、その横の石に腰掛けて一服していた。突然、ざーっと強い風が吹いてきたと思ったら、次の瞬間目の前が真っ暗になった。目も見えないしても足も動かない。親父は脳の血管が切れたと思ったらしい。しばらく焦っていると、おい、おい、と呼ぶ声が聞こえ、甘い匂いがする。誰か来たと思い、助けてくれと言おうとするが声が出ない。また声が聞こえる。すまんなぁ。誠にすまんなぁ。すぐ元に戻すが一つ頼みを聞いてくれ。久方ぶりに総出で戦に出にゃならなくなったが、後に残すこいつが心配だ。他の奴らは先に出陣したんで頼める奴がおらん。主にぜひとも頼みたい。
帰った暁には礼をするぞ。カンナメの祭りの頃までには迎えに行くぞ。もしも迎えに現れなんだら、信州飯綱のお山を頼れ。頼んだぞ、頼んだぞ。こんな内容の声が聞こえたという。聞こえてからすぐに、ぼーっと視界が明るくなり、しばらくすると普通に目も見え、手足も動くようになった。石の上に座ったままであり、あちこち動かしてみたりしたが、体調も別に悪くない。頭痛もしない。何が起こったのか考えたが、怖くなって山を降り、家に帰って俺に質問という経緯だったらしい。親父も俺も、やはり脳疾患だと考えた。親父は知人の医者に電話をかけ、症状を話して、しばらく様子を見ろと言われていた。だが、強引に翌日の脳ドックの予約をねじ込んでいた。そんな騒ぎをするものだから、俺はその日外出せずに家にいて、親父は寝込んでいた。昼時になりうどんを食べたのだが、親父がしきりに首をかしげている。味がしないらしい。それから親父は、一日のうちの半分くらい味覚がなくなった。はっきりと、何時から何時までというのではなく、味がしたりしなかったりしていたという。次の日、早速脳ドックへ出かけた。一泊し、検査して帰ってきたんだが、年齢相応の古い小さな拘束の跡は見られるとのことだが、特に異常はなかった。血液検査も異常なしで、味覚の異常は原因不明で経過観察。その翌日も、大学病院の脳外科にかかったが異常なし。検査で異常がないと言われて、やっと落ち着いたみたいだった。落ち着いてくると、親父も声の内容が気になってたらしく。なんか連れてきたせいで、おかしくなったのかな。とか、10月になれば治るのかな。とか、いろいろ話をした。飯綱山を調べると、日本八大天狗のうちの、飯綱三郎という大天狗がいるとある。結局、体調は問題ないんだから、山の天狗に何かを押し付けられたんだろうということで、10月中旬まで様子を見ようということになった。普段は、味がしないことがあるだけで普通に生活できていたんだが、時々後頭部の髪の毛を、軽く引っ張られる感覚があったらしい。親父は頭頂部がだいぶ剥げかかってきているので、場所の問題ではなく非常に不愉快だと怒っていた。食事が味気ないせいなのか、体重も8キロほど減ったらしい。今月の10月15日の夜、親父は仕事帰りに同僚と居酒屋で一杯飲み、23時頃帰宅。俺は、別のところで友達と飲んでおり不在だった。帰宅後、風呂に入って24時前には寝たらしいんだが、夢かうつつかまた声が聞こえた。無事に帰ってこれたぞ。世話になったなぁ。うつしおの主らの世にても大難が起こるであろうが心配ないぞ、心配ない。山に秋ができてこれから忙しくなる。と言い、水戸黄門で印籠を出した後の黄門様みたいに大笑いしたところで目が覚めた。親父はこれで治ったと思い、布団の中から起き出して、札幌一番、味噌、を作って美味しくいただいた。味覚も元に戻っていた。元にというより、何でも美味しく感じるらしい。親父は約束のお礼を心待ちにしている。俺は、ひょっとすると美味しく感じるのがお礼?と思っているが、親父に言うと落ち込むので言わない。目に見える形でのお礼というものは未だにない。しかし、お礼よりも気になるのが大難だ。何が起こるんだろう。さようなら。私が子供の頃、家族で海に行った時の話。私は海の家で水着に着替え浮き輪持って、さて泳ごうかと砂浜に出たのだが、なぜか目の前に母が後ろ向きで立っていて、私の方を振り向き、〇〇、さようなら、と言って海に向かって歩いていった。その時私は母が入水自殺するつもりだと思い、泣きじゃくりながら母の後を追いかけた。しかしすぐに後ろから父に腕をつかまれてしまい、早くしないとお母さんが死んじゃう、と泣きながら父に懇願した。そうしたら父は、お母さんならここにいるだろうが、と言って海の家を指さした。本当にいた。てか母は海の家の畳の上でグースか寝てた。驚いてすぐ海へ顔を戻すと、もう一人の母はいなくなっていた。変な幻を見たもんだと当時は思っていたが、もしあの時父がいなかったらそのまま海中まで追いかけて、溺れ死んでいたかもしれないなぁと思う今日この頃。神社の屏風。
高校生の時、原告担当の先生が神社の娘、英語担当の先生がお寺の息子だった。だからよく神社、お寺に関する不思議話を聞かせてもらっていた。そのうちの5つ。家が神社だったので、小さい時はよく神社の中でかくれんぼや鬼ごっこをして遊んでいたそうだ。親は結構寛大な方だったらしく、神社でちょこちょこ走り回っても怒らなかったが、あるものだけには絶対に近づくな、と何度も言い聞かせていたという。あるものというのは、昔から代々伝わってきている屏風だったらしい。ある正月のこと、いとこが遊びに来て先生をおはしゃぎ、親が言っていたことをすっかり忘れ、いとことかくれんぼしているうちに、屏風に近づいてしまったという。すると、屏風の影から見知らぬ子供が出てきて手招きしたらしい。初詣に来た子が迷子になったのかな?と子供をよく見てみると、その子供の服装が少しおかしい。真冬のこの時期に、白い薄手の和服一枚。慌てて屏風が見えない位置まで移動したところ、先生を探していたらしい親といとこが泣きそうな顔をして立っていた。いわく、丸一日先生は姿を消していた。先生にとってはほんの少しの時間、長くて数分程度だったらしいけど、実際はもっと時間は経っていたという。神隠しっぽいものだったんかもね。先生は笑って言った。ちなみに、先生の実家である神社には未だに屏風があるそうです。影。これは私が子供の時に父が聞かせてくれた、ちょっと怖い話です。父は高校を卒業した後、大学に通うために実家を離れて安アパートで一人暮らしをしていました。6畳一間に洗面所がついただけの狭いアパートでしたが、初めての一人暮らしで色々と工夫しながら生活するのは楽しかったそうです。ただ、とにかくお金がなかったので、需要と所属していたテニス部以外の時間はバイトに明け暮れており、薬局や飲食店、イベント設営など数多くの仕事をこなしていました。部活のない日なら平日でも、午後4時から夜中の1時まで働いていたようです。おかげで部活の費用はもちろんのこと、服や家具、楽器など、自分の欲しいものを手に入れられるようになりましたが、ある時無理がたたったのか、謎の高熱が出て体も動かせなくなってしまったのです。だるさと高熱に布団の中で苦しめられている時、突然部屋の電話が鳴りました。受話器を取ると、部活の同期からでした。学校で顔を見ないから一体どうしたのか、と聞かれたので父は体調のことを伝えると、心配した彼がこちらまで来てくれることになりました。しばらくするとノックが聞こえてきたので、扉を開けると友人が入ってきました。パンと飲み物もいくつか持ってきてくれていたので、ちょうど腹ペコだった父はこれに感激したそうです。しばらく話をしているうちに夕方になったので、友人は部活に行くため部屋を後にしました。アパートの階段を彼が降りるのを玄関から見送ると、再びだるさが押し寄せてきたので、父は扉を閉めると、ふらつく足取りで布団に入りました。それから、何気なく寝返りを打って玄関の方を見たところで、ぎょっとしました。玄関の扉に、人間の影が張り付いているのです。それも二つ。おそらく、先ほど玄関のところに立っていた父と友人が、窓から入り込む夕日に照らされた時にできたものでしょう。もちろん今玄関には誰も立っていないので、そこに影ができるはずがありません。驚きのあまり視線を外せずにいると、無造作に手を体の横に垂らし下を向いた姿の二つの影が、ゆっくりと、こちらに首を向けようとしているのが輪郭から見て取れました。そこで父はハッとしたように布団を跳ねのけ、窓に向かうとカーテンを一気に閉めました。恐る恐る後ろを振り返ると、二つの影はもう消えていました。それからというもの、父は夕日が差し込む頃には必ず窓のカーテンを閉めるようにしているのだそうです。